田選手、3番での活躍を見事でした。ありがとうございます。どの打席も素晴らしかったんですが、一時逆転となりましたツーランホームラン、初球でした。振り返っていただけますか。まあそこはちょっと思い切っていこうと思ってたので、はい、当たってよかったです。手応えというのはいかがでしたか。いい感じに打てました。そして、ね、6回の勝ち越しをチャンスメイク、あのツーベースも難しいボールだったと思うんですが、しっかり捉えていきました。いかがでしたか。まあ、あれもうまいことになりました。よかったです。この後の紅林選手のタイムリーはいかがでしたか。ほんまに頼りになるなって思います。はい、ありがとうございます。西川選手はこれで4試合連続のマルチヒットです。もう本当に素晴らしい活躍を見せてくれてますが、岡本さんいかがでしょうか。後が怖いなっていうのはあるので、はい、しっかり気を引き締めてやりたいなと思います。それでは勝ち越しタイムリーの紅林選手に代わっていただきましょう。勝ち越しタイムリーお見事でした。ありがとうございます。お隣の西川選手がチャンスメイク、どんな狙いでしたか。いや、本当に頼りになるバカなので、龍馬さんは、はい、僕もこんなバカになりたいなと思います。あの高く弾んだ打球が三遊間抜けていきました。どんなバッティングになりましたか。そうですね、もう本当に、龍馬さんみたいな鋭い打球にしたいんですけど、そうですね、まあ僕らしく泥臭いヒットでもいいなと思ったので、はい、なんとか抜けてくれてよかったなと思います。さあ今日は岡本フィールド神戸、今日は明日で今シーズンラストになりますが、今日はファンの皆さんも楽しみにしていた花火も打ち上がりました。紅林選手はどんな花火が好きですか。そうですね、シュッと上がって一回、あれ、なんていうんですかね、もう一回行きます、はい、こうシュッと上がって、なんか一回、こう上がって、体を、わーっていう感じで、はい、ありますけど、いいですね。石川選手も聞いてみましょう。どんな花火が好きですか。あんまり紅林のはようわからないんですけど、僕はあんまうるさいの得意じゃないんで、線香花火ぐらいがちょうどいいです。じゃあ花火もね、明日も上がりますので、ファンの皆さん今日みたいな好ゲーム期待していると思います。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。まずは西川選手から。明日も、あるので、勝てるようにしっかり頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、明日もっともっとラストということで、ちゃんと勝利で飾れるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。さあ、それでは皆さん今夜の試合